ヤグーディン。21番アレクセイ・ヤグディンさん、ロシア。4回転に挑むかどうか。ショート終わって4位、アレクセイ・ヤグーディンは高校3年生。アクセル、なんとかトーループ持ってきました。フリーの曲はパシキンポエム。4回転はどうか。失敗。トリプルアクセルも気持ちの立て直しは。ジャンプを決めたい。ルッツ成功した。フリップ3回転ならず。これは決まった。ループ立ちました。3回転ラスト30秒。
一つのミスがその後の流れを作ってしまいました。17歳の彼にとってはその後の立て直し非常に難しいものがありました。ロシアアレクセイ・ヤグーディン、しかし果敢に4回転に挑んでいきました。4回転トーループクワドラプル、いわゆるクワッドトーです。アレクセイの応援の文字も見えます。あのウルマノフの弟弟子にあたります。最初のこれはトリプルアクセルからのコンビネーション、軸がきちっとしている、距離も十分、タイミングも合っています。そしてスローのパートを置いて4回転のトーループに行くところ、1、2、3、ちょっと足が余裕がありませんでした。スピードがもう少しなかったように思います。したがって高さが足りなかったという点が失敗につながりました。ただその後のトリプルアクセルから乱れていった、ルッツで立て直しましたが今度はフリップが失敗する、力を出し切ることの難しさ、実力はあってもそれを出し切れない、このあたりにオリンピックの難しさがあります。ただ彼はまだ17歳、ミシンコーチとコンビを組んでのこのオリンピックです。ロシアは 5.8 ですが 5.4 も見えます。伸びません。プレゼンテーションは5-6, 5-6, 5-5, 5-4, 5-7, 5-7, 5-6, 5-7, 5-5. Thank you.